こんにちは、沼です。パワフルアプリやっていきます。今回は白洲水産で臨床トリキルデッキいきましょう。千丸を引き出してあります。イベントデッキこんな感じです。セバル、小平、相良ちゃん、振り袖雅、守るで虹谷と、ネモさん結構消耗してます、初っ端からというのが、公開してあるかわからないんですが、変化さんの神楽坂のとを小平のところ、あとは虹谷の姉ちゃん沙莉ちゃんを相良のところっていうデッキを3回やって、で3回とも撃沈しましたと。試合でもうヘロヘロになってしまって、ちょっと精神に優しいデッキをやろうということで、今回小平と相良ちゃんを入れて敏将系の特能ですね、取り切れるようなデッキを組みましたと。で一番最重要なのはクイックのコツですね。これはもらって1回でももらわないと敏将足んなくなって、このデッキはおじゃんになると思います。そこだけリスクはありますが、他はかなり精神、まあ小平も精神なんでね、精神に優しいデッキになってると思います。ちょっと癒しが必要ですわ。行きましょう。ちょっとこの癒しデッキで、虹谷から行こうかな。この癒しデッキでちょっとなんとかそれなりに形にして、投手も OK という感じになりたいですね。結構打者の方はもう、ほぼほぼやりたいことはやれたかなという感じなので、あとはピッチャーですね。よいしょ。で、まあ、守るのところに正直、天城を刺せばいいんですけど、やっぱ、マイブレは外せねえな、というところはありますね。リース取れないけど、しゃあない。コンコツか急速。急速。よし。下がら、下がら、下がら、下がら。ふん、小平。しゃあなし。相良って体力回復したかな？そのもの疲れてるぞ、完全に。あー、生きてー、みやび。精神。大丈夫、相良回復する。とりゃー。あ、しないな、これ。下覚えないわ。んーで。小平くん妄想できると。虹谷、いいですね。何にも取れないな、多分。勝ち運取れないし、リリース取れないし、しゃあない。うわ、バント封じ。こういうのが来ると本当に、本当もったいないなと。で、伸びをこれなんとかもらわないといけないので、結構特能はバシバシ潰していかないと、伸びに当たんないですね。うん、これ、相良妄想しましょう。で、チームメイト評価が落ちますけど、相良ちゃんの評価を上げていく感じです。みんなを注意。しゃあねえな。うん。悪くないでしょう。で、できればモテモテを早めにつけたいですね。そうするとかなり楽になるんで。で、相良じゃねえや。沙莉ちゃんでやってた時は、もう本当にシビアで、その伸び骨取るのにクリスマスまでに4回デートしなきゃいけないんでね。もう本当に擦り切れていたと、精神が。あ、またいいやついけないな。なんか不思議とポイント入ってますね、結構。なんでだろう。何かしたかな。ナイス。49、これ、乗せられるぞ。多分。無理かな。あ、無理でしたわ。じゃあいいか。相良の方に、行きます。うん、守れてよかったかな。早い。ピンチもらいましょう。ちょっとイベント周りが悪いですね。結
構チームメイトの評価をバンバン下げちゃってる感じです今は。うん、相良は行ったな。守る行く、相良行く、スバル行く、小平行きましょうか。福井部欲しかったっすね、チームメイト評価上げたかったんで。しゃあね。矢部くんと絡むやつだ。51乗るんじゃない。ポンコツまだですけど乗らないわ。リリースを取って踏みましょう。ちょっとチームの力を上げきれてないですね、まだ。まずいな。うん、これはバスで前。仕方ない。50。132ならいけるな。うん。ちょうど掴んでますしね、球速骨。ある程度。で、これとこれはもう行くか。その前に、これですね。バント封じと勝ち運。よし。間違いないな。低めどうしよっかな。あ、危ない危ない。ポーカーフェイスだろ。低め足りるかな。引き消しは言っていいな。低め。まあ、技術ちょっと見るか。様子見るか。クイック伸び。よし。いきなり大当たりだ。持てろ。よっしゃ。精神に優しい。で、僕、これ、3サクセスやって、3連敗です、これ。てか、変化球覚えられた、ギリ。カットボールにしよう。あ、ダメだ。カットボール打たれる。自走者で勝てない。はい。そこそこいい感じだな。そこそこいい感じですね。クイック一発で来たんでね。サハラちゃんのバレンタインパッと過ごして、取り切っちゃいたいっすね、クイック。そうするとかなり安定してきますね、コツの取得。ああ、なんていいんだ。小平も便乗くれるみたいですしね。ちょこちょこと。試合も勝てた。ナイス。いい流れだぞ。986。あとは伸びコツですね。伸びは大変ですよ。はい、素晴らしいタイミング。ちょっと声のトーンが低いかもしれないです。疲れてて、本当に。今、朝の4時かな。俺も同じ気持ちだよ。で、相良福井で進められるなと。デートでいいですね。多分前は、さっき小平も踏みましたし、行くと思うんだよな。問題後ろですね。前より。ナイス。で、ドクター K にしましょう。強キレが来た時に対応できなくなっちゃうんでね。変化1か。雅相良でいいかな。うん。雅上げましょう、パッと。サカちゃんも多分、もう踏まなくていいでしょ。ラブパワーナイス。ナイス。いい流れ。ちょっとサクセスも優しくなってきた。出る。うん、しかも青骨メンタルナイスだな。クイックはまだ無理と。打球反応を取りましょう。で、いいよね。ちょっと待って。
こっちの方が50、47、20%オフ、8、9、うん、打球反応取んない方がいいんだな。そうか、はい、じゃあ取らない方向でいきます。いいか、取るか、やっぱ取りましょう、やっぱ取りましょう、うん、取ろう。大丈夫、来ない。で、低め重い球はちょっとな。でも筋力順調だよな、これ多分。ザイロは無理。精神か、安全圏、内角、先制ストライク。はい。伸び、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 伸び。伸びろ。早めに伸びろ。ピンチ。ピンチも行くか、これ。うん、シングルですけど追った方がいいかもしれないですね。変化全然足んないわ。変化3積みしてた時は全く気にならなかったんですけど、やっぱり2だときついですね。やめてやめて、ほんとやめて。不眠症ならまだいいわ。134ギリ足らないかな。ですね。ポンコツも切れも欲しいから踏んでもいいけど。ちょっと難しいとこですね。デートにします。で、しきちゃんが来るか、おこつでなんとか不眠症、ラブパで消し去りたいっすね。うん。不眠症が起こるとちょっとな感じだな。いいね。ちょっと難しいな。いないのか。妄想みやびにしましょうか。うん、雇い進めますか。筋力？体力回復しなくていいもんな。モテモテももうついてますしね。ナイス守備、小平。で、何来たっけさっき。ピンチ？ピンチも取るか。ちょっときついけど、小平が何とかしてくれることを祈りましょう。脱三振、ナイス。筋力か。んで、チーム状況は走塁と守備が伸びてると。水谷でいいでしょう、さすがに。脱三振来たと。取れないかな。さすが取れた。クイックも取り切れましたね。あ、でもクイックって小平くれたっけな。いまいち覚えてないや。取ってしまったけども、クロスファイヤーナイス。頼む、相良ちゃん。疲れたデモさんを癒して。自前の相良ちゃんは、いい子でしょ？うん、そういうこと。して、玉持ちを、くれる。いいよ。ここまではいいよと。さがらワンチャン狙いますか。やる気も下がってますからね。ほい。ああ。はい。まあ仕方ないでしょう。まずい。全くと言っていいほどない。変化。カーブ。すら。うん。球速ばっかり一辺倒になっちゃってんだ。144乗らないよね。
乗るかな、ギリ。乗らないわ。思い切ってデートか通院？いや、まだデートだな。まだデートですね。いや、ちょっと小平クイックくれたかもな。気になってきた。まあ、いっか。しゃあないわ、今。調べてもしゃあない。うん、虹谷55。55、いけないかな？うん、ギリいけますね。いっちゃっていいな。クロスファイヤーも取れますね。よし。交通状況は悪くなし。ジャイロ。結構強くなってると思うけどな。ブレイン、いやもうシラス分校で確実に勝っていくか。あまりにも負けるんでね。うん、精神で雅だな。むむむ、玉持ちジャイロ。うん、なかなかいいポイントバランスと得の状況ですね。伸び。伸びろ。伸びろ。緩急か。緩急いいのか、そうか。ずーっとサイビーやってたんで、緩急を掴むと結構へこんでたんですよね。緩急か、みたいな。いいんだ、いいんだ、今回は。緩急取ろう。取った上で伸ばしたいけど伸ばせない。うん、非常に悪くない。ある程度まとまった流れにはなってますね。ちょっと小平やらかしてるかもしんないですけど。ちょ、頼む。分校の意地見せられたな。分校にして引き分けってやばいっすね。困ったの。うん、まあいいでしょう。ここまでは。ちょっとポイントは思ったより出てないですけど、やっぱタックがな、減るからな。小平にするとどうしても変化タックのところがね。うん、この1でも僕伸ばしとこう。で、スタ。まだ不眠症だよね、そして。っていうのは頭に残しながら進んでいきましょう。まだ不眠症。オッケー、4。伸び。うん。ひねり出していくんです。このように。っていうのが言えてよかったですね。ただ試合で負けるとおじゃんになるっていう、これも。うん、ど根性ナイス。うん、ちょっとタイミング悪かったですね。体力回復あったんでね。うん、わりかし敏将ももうほぼいいでしょう。精神。いや、ここは本当に、とにもかくにも変化球。まずいなぁ。走りまくっちゃってるなぁ。天才が。うん、これだったらデートでしのぎますかね。で、しのげなくなったら通院使い始めます。基本的にはラブパワーでサクッと直していきたいところですね。対抗でいいよね。うん、ちょっと相良マジ仕事してこれ。C 行ってる。はい。お仕事。なあ。やめて。嘘でしょ。頼む、菅田さん。これはちゃんと読み上げないと覚えない。みんな、ありがとう。よし。なんとしても、自分を磨くぞ。
はい、読み上げたら絶対来る。騙されたと思ってやってみてください。で、42、これは行くしかないっすね。コンコツ欲しいの。伸びが来たからちょっと気が楽になったなと。あとはマイブレ。マイブレさんが成功すればほぼほぼいい感じ。82ダブル。これは外せんすね。ちょっと待ってちょっと待ってもう相良行きたいよ、相良。デートにするか。ちょっとこれはきつい。相良先生に頼むしかない。かなりナイス。ちょっと雅なんだけど、相良行こうかな。さすがに雅行きますか。ただもう取るもん結構取れていて、頼む、なんとかして。あ、もう最高見ましたこれ見ましたっつったら、しまったって出てるんだけどおお、死んじゃいそう。うん、まあマイブレは失敗してしまいましたが、これで分かりやすくはなったな、いろいろ。うん、でスバルね、結構いい感じじゃないかな。でもうん、諦めない。今んとこ、ダブルタック変化のサボりと、前触れ失敗くらいかな。あとは練習試合負けてるとかか。負けてはないか。ちょっと技術の方がいいかな。精神結構あるな。うん、ツーバル。体力回復でもいいな。急ぐ必要もないしな。うわー、回復できなかったな。お、ナイス、大成功した。精神いくか。うん、古代だ、なかなか使えるなこれ。アドビ終わってますね。マイベだなぁと。で、ちょっと攻めていかないとダメですね。失敗してますからね、マイブレ。うん、これ成功したらかなり強いな。毒系。緊急登板復活。で、いいでしょう、ひとまず。変化ですね。間違いなく。で、もう取ってこうかな、どれか。逃げ玉いきます？変化使うな、そこそこ。うん、まだ様子見ましょう。まだ早いな。投資。行きましょうか。勝て。うわー、点に入れらんねー。まあここは100歩譲っていいです。の153。うん、進めちゃいますか。なかなか来ないな。ちょっと野手の時わかんねえな。
奏者釘付けね。ちょっと待ってください。これでもどれくらいいけるのかな。前触れないけど、まあ、他は乾燥して多分成功できるので目安にはなりますね。どんなもんかって。これだ。これ技術と精神の割り振りだよな。うん、下の方が良さそうですね。技術多めで。うん、OK。ナイス。少しだけど。これでもう足りたでしょ、敏捷。うん。楽々足りてるわ。むしろ余るわ。守備。守る。お、雅、お役ごめんじゃないかもな。敏捷使ったな、今。48?48 でしたよね。で、闘志が取れなくなった。まあ、しゃあない。守くんなら回避してくれる。うん、逃げ玉。うまく逃げましたね。その名の通り。結構上げられてるぞ、うまく。ああ、精神に優しい、本当に。デッキが。闘志はな、逃げ玉は取りましょう。当社はまだ早いな。うん。変化で踏めたのも意義が大きいですね。当社しゃあない。サガラか、メンタルか、お祈りですね。うん。よし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 と。マイベ終わりましたね、これで。うん、ここでいいでしょう。48。いけるかな。うん、いけますね。これが大きいですね、敏捷。あまりある敏捷を持っている場合は。当社も行こう。ポーカーフェイスは、あ、どうしようかな。リセットして。うん、最悪、まだ青骨を踏めるようになるんでね、ポーカーフェイス取ってしまうと、おかしな話になるので、これもう置いとこう、思い切って。思い切って放置します。来るかもしんないですけどね。うん、伸び、最高、敏捷。50、51。うん、いけるいける。で、伸び2段取れたかな、今。頼む、左、根性、この辺。この辺ひねり出して。よし、技術。うん、うまい。結構いい感じだぞと。90無理だな。83も無理っすね。ただ、スタミナいって、甲骨をもらっておく意義はかなり大きいと。キレもないですしね。これ、もう、問答無用で、虹かすくんだな。ナイス。これで OK と。ジカス君もう一回。ただ、根骨行くなら、スバルの方が確実かな。いやいや、切れ取ればいいんだよ。切れを取ればいい。バサシン取ってますね。間違いなく。はい。うん。スタミナ行きましょう。ダブル。ここ勝負する？
や、いいですね。いらんな。うん。そこそこ、バランスいいな。休みましょう。うん、今の青骨が出ていれば行く価値はありましたね。無理してでも。まだ先長いんで、ゆっくりでいいでしょう。うん。ちょ、待って。復活毒系。後ろは終わったと。まあいいのか。オリジナルか。うん、本当に前触れだけかな。あとは思い描いてるような感じにできてますね。うん、このデッキ案外いいかもな。精神に優しいしな。いや、本当にこう、敏捷系を積むだけで、こう、敏捷に当たっても怖くないというか、特にクイック。このデッキがなんか本当に精神に優しいな。これなら厳選できるわ、僕もまだ。ありがとう。とても嬉しいです。うん。でもそろそろ青骨出ないとちょっと金とか怪しくなってくるぞ。とりゃ、なんとか S7 くらいにまとめられたいんだけどな。前触れ抜きでしたらかなり価値はありますね。いかんかなこいつ。コツの取得状況ほぼ言ってますからね。本当にサボっちゃったっていう感じで、不眠症とね、とんでもないことになりましたけど、相良で乗り切ったっていう。うん、あとピッチャーやっぱ試合勝てねえな。うん、僕は多分野手向きの高校だと思いますね。やっぱり金徳確定税も多いですからね、野手の方が。こう、安心してデッキに入れられる金徳確定税ですね。なんというか、どうしてもピッチャーの方は、守るとかね、今失敗したように、リスクを取って、こう何回も試行してっていう形になると思うので。よし。精神に優しい。あと、技術と精神が欲しいな。コントロール上げたいっすね。うん、サイリーより全然安定すんな、こっちの方が。爆発力は多分、サイリーを使った変化3デッキの方が、ありそうな雰囲気はしますけどね。安定感が段違いだわ。OK、お茶飲みます。あっち。あとはチームランク金徳。これは絶対に必須だ。お祈りしましょうか。うん、ちょっとお祈りしよう。まあ、あかんねえな。さて。うん、まんまでいいですね。行きましょうか。根性くれ、あと。ど根性が辛い。お待たせいたしました。オッケー。結構この、公開
しない、もう動画を捨ててしまったサクセスで、甲子園の準決勝まで行ったんですよ。で、準決勝でまだ A が一つもできてなくて、で、しかも驚異の切れ味の敏捷が足りなくて、ただ守るとスバルは通してたんですよ。で、うわ、これお祈りすんの？敏捷練習行くの？というか、サイリもちょっと怪しいんだけど、評価どうしようみたいになって、っていう、すごいサクセスもありましたね。ちょっと待って、これ、2歳でいいな。本当に頼むから、この上のやつ以外。もう左行く？左行こう。頼む、闘志はマジで外してくれ。闘志以外。ど根性が一番いい。闘志以外。闘志来たら諦める。よし、ナイス。守備が A に乗りました。よかった。不屈の魂か。まあ、いいかも。いや、よくないね。よくはないな。根性不屈だもんな。うん、よくはないですね、これ。うん、切れ味かクロスキャノンがいいけどな。うん、僕多分当初はこのデッキがいいかな。かなり安定して、あと守る通すだけって感じですね。うん、このデッキが多分一番おすすめですわ。やっぱりミヤビーは外せないんですよね、僕の中で。で、結構注目してるのは小湊の兄ちゃんとか、強心臓とか、は、マイベですし、代わりになれる存在だと思います。うん、勝った。こういう試合がいい、本当に。大変すぎるピッチャーは。7試合通すわけですかね、これ。まあ、最悪決勝はいいですけど、甲子園の。うん、不屈か。まあ仕方ないよね、今んとこ。うん、150は乗せられるだろう。やべえ。あ、ちょっと投手取るべきだったわ、もう。赤壁だったが。疲れてんな。赤壁ですけどね。分かってますけど、赤壁言ってます。ちょっとこれは投手に切り替えるべきだった。うん、威圧感持ちが多いとやっぱり大変なんでね。復活しとる。ちょっと自動失点ながらマジなんとかしてこれ。よし、オッケー。もう精神のすり減りがやばい。ピッチャーは皆さんどんな感じですか？僕はもう本当にすり減ってます。本当残り少ない消しゴムみたいになってます。
51、やった。あ、ダブルだ。どうするか。ダブルが一番確実なんだよな。怪我する可能性あるんだよな。精神も思ったより残ってますしね。これいって、どうしよう。ただこれ50入るからな。絶対こっちだな。強いの作りたいんなら。根性、対強打者、要所。のうち、どれかを切れば勝ち。投手が来たら、まあ、ちょっと負けみたいな感じですね。来い。うわー、投手。これが嫌だった。ただこれでポカフェ来るぐらいだったら投手の方がいいですね。手応えとかになってくれたら最高だったんだけどな。とりあえず行きましょうか。割りかし技術変化だな、やっぱ。ライト宝塚。変化 D か、厳しいの。まあ、特能を死ぬほど取ってますからね。で、ど根性不屈か、まあ、よかったのかな。よし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 、これ負けたら自己責任だわ。頼むから引っ張んないで。ああ、よかった。あぶねえ。目が点になった。あぶねえ。よしよしよし。まず、ワンアウト。油断せず行こう。721か。4にできるかな。おっと。あぶねえ。よし。なんとかようやく決勝まで行くことができました。よし、ようやく最後の舞台に立てた。お、好きなのもらえるんじゃない、これじゃあ。変化ポイントを大事にする。好きなの選べますね。投手もう終わってるわけですからね。打たれと。なので、ちょっとこれとこれ取って、どうせ、手応え取れんのか一応。まあ一応取れるんだな。選べるんですね、一応。ちょっと調校します。精神、まあいいのかな。これでも手応えってポイント少なくない？ 120-165 くらいでしょ、割と。気のせいかな。120。まあ一緒ぐらいか、全部、やっぱ。じゃあ選んだ方がいいですね。で、
ほんと、精神、どか食いされたらやばいんじゃないの？コントロール上げられないっすもんね。やっぱここ？こうかな。で、根性をもらって、168。うん。これいいかな。がポイントバランス良くなりそうですね。これだって腹痛取るもんな。うん。これにします。ちょっとあんまり細かい計算苦手なんでできないですけど。これで。青得取り切った。うん。青得取り切って。これ前振り成功してほしかったな、本当に。闘志も取るもんね。はい、これ絶対正解でしたわ。これ来る？ちゃんと。打たれ待とうか。うん、さすがにすごいことになってな、解くの。金が4しかね。さあ、行きましょう。前触れ頼んます、マジで。次回ですね。これと同じサクセスができれば、前触れ分、伸ばせる感じですね。勝たしてマジで。おいおい、舐めたことしてんな。やべえ。打たれる気配あるぞ。怖え。もう喉が枯れてきましたね。喋りすぎで。次7位だからな。こいつけんのがいいんじゃないの。オッケー。もう適当に流して勘弁して。3本待つか。点が取れんぞ。一ノ瀬じゃないの。怒りいるから。怖えダメだやっぱこいつら強え。よし。俺、もう許して。勝たして。前触れ失敗してんだから。やったー！やっとちょっとまともにできた。おぉ、辛かった。ヤシの日じゃない。よし。いやー、もうネモさんは。ネモさんはもう擦り切れてしまいました。擦り切れてしまいました。ちょっとこれ、どれぐらいいけんの？ S6 の半分いってれば、マイブレで7いける計算になるので、まあ、それくらいはいきたいっすね。で、予定通り腹痛でしたね。8200か。まあ、サボったもんな。普通。はい。おおよそ読み通りのポイントの余りですね。なんで俺多分スロボを取って、あー、ちょっともったいねえなー。ダブルタック1回分って感じですね。741にできてれば最高でしたね。本当に。ということで、これを落として、ムービングファーストに切り替えましょう。ただでは起きないということでね。ダメだな。上げれんな、計測は。いやー、74。これを上げてます。
そういえば、怪我しにくさ、掴んでないか、この選手。気のせいかな。してないか。サイリーだったわ。散ったら、45だな、総力まず。で、50は上げても意味ないよね。50は上げても意味ないよね。ピッチャーわかんねえからな、でも。細かいところ。ちょっと待ってください。いやー、もう今日はできない、パワープロ。これがラストですわ。今日はもうできない。ちょっと経験点がなぁ。はい。50意味ないもんね。45と一緒だもんね。じゃあ、これでいいのかなと。ミートとかかな。14とかで、この範囲なら結構。22。16か。パワー。パワー上げた方がいいな。20。20いかん。20いきません。20いかないのか。難度を上げた方がいいかな、じゃあ。技術が私にはありません。技術、コントロール落とすはないよね、やっぱ。コントロール落とすはないな、僕の中で。それは邪道すぎる。ので、14まで見ようかな、パワー。22、26。無理だ。パワーだね。弾道やめる？はないね。すげえ難しいな、やっぱり振るのって。足らんな、いろいろ。10、ちょっと待って。14か。14、はい。これであと、こっち。こうしよう。よいしょ。はい、できた。さあ、どうでしょうね。徳の全部マンです。で、金徳は5個と、スタドラが成功。ちょっとまあ、ムービングファーストじゃなくて、スロボのカーブ4だったら最高でしたね。あとはマイブレーぐらいかな。頑張ったでしょ、かなり。頼んだ。ですよねですよねそんな感じしてたんすわ。コントロール C から。うわということで、僕は、店じまいかな。マイブレで7ぐらいですね。で、あとは、経験点自体はおそらく、9000くらいは狙えるはずなので、そこまで来れば、S8 が見えてくるんだと思います。ちょっとこのデッキではやっぱり野手2人入れてしまってるので、そのピッチャーの育成としては安定感は出るけど、この高校の特徴は活かせるけど、タックっていう意味では、こう違った構成なのかもしれないですね。そうか。まあ、これ完璧なサクセスでやる。まあ、やれなくもないんだろうけどな。いや、すごい頑張りました、自分の中では。ただ、
その労力に見合わないかな。天空とかの方が僕はピッチャーはいいと思います。ちょっとあまりにも超える障害が多いですね。という印象でした。はい。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録をお願いできればと思います。また、Twitter のアカウント名とまとめサイトの直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。